皆さんこんにちは、横浜リオです。今回は横浜高島屋のレストランフロアにあります八喜庵さんに行ってきました。こちらの八喜庵さんは鶏料理専門店ということで、京都のねお店だそうなんですけれども、とってもね美味しそうですね。では早速行ってみましょう。はい、そしてこちらがですね、親子丼です。こちらのね、鶏肉は、大山産ガイナ鶏といいまして、鳥取県産のですね、まあ、フレッシュな、ね、鶏の肉を使っているということなんですけれども、こちらの卵もね、見てください。こちらのこの色ね、もう美味しさ抜群のね、色をしていたんですけれども、本当にね、お味も美味しさ抜群でした。これはもう言うことない親子丼ですね。はい、続きましてはこちらですね、シャモ肉で作った親子丼と、そしてこちらがですね、鶏つくねうどんと言いましてですね、なんかね、こちらミニセットになっているんですね。これね、私がいただいたんですけれども、結構ね、私食べる方ですので、このね、シャモの丼ではねちょっと足りないと思いまして、こちらがまあセットになったものを注文したんですけれども、これがねやっぱりね、京都のお店のものですね。お出汁も最高ですし、あとね、こちらのつくねなんかはもうね、普通のつくねじゃないですね。やっぱりね、お味が全然違うという感じでした。そしてまあこれね、本当にふんわりとしていて柔らかいんですけれども、そしてね、こう人ね、こう噛んでるとこう味わい深いような、まあそんなようなね、大人のね、お味がいたしましたね。卵とかいろんなね具材も入っていましてね、なんといってもやっぱりね、このこちらのお出汁が本当に美味しくって、やはりね、こちらの京都のお店ですから、お出汁もしっかり最初からね取っていらっしゃるなという感じがいたしました。本当に美味しかったです、これ。はい、そしてこちらがですね、シャモ肉を使った親子丼なんですけれども、これね、普通の鶏肉もねいただいたんですけれども、こちらはね、シャモ肉はもうより弾力がありまして、なんかね、ワイルドな味しましたね。こうね、自然をいっぱいね駆け巡った鶏みたいな、まあ、そんなような力強いお味がいたしました。そしてですね、こちら八喜庵さんの親子丼はとってもね濃いお味で、そしてね、ご飯がねすごく少なかったですね。ちょっと私にとっては足りなかったんですけれども、まあこれでねパワーアップです。はい、こちらはですね、私全然気づかなかったんですけれども、鶏のねつくねうどんについていた、まあ最後ね、デザートついてたらしいんですよ。全然もう帰ろうとしたらね、いやお客様、デザートがついていますから、もう少々お待ちくださいなんて言っていただいたんですけれども、これ美味しかったですね。やはり何度も言いますけど、京都ですから、もう小豆のアイスも美味しければ、それはね、わらび餅も美味しいわけです。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。こちらのお店はですね、入店前にアルコール、そしてですね、検温、とても丁寧にやっていただきまして、そしてほら、こんなようにですね、お土産なんかも売っているわけですね。鶏カレーっていうのがすごく興味ありましたけれども、そして最後にいただいたデザートが、なんとね、660円相当のものをいただいたんですね。ありがとうございました。とってもね、大満足な八喜庵さんでした。ごちそうさまでした。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。